糸井川市新町より、河屋敷方面を望む10月撮影新潟県道2 7十号湯の川地河屋敷停車場線は、新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市の東部の上早川地区、下早川地区の二級河川、早川沿いの各集落と海岸部を結ぶ。糸井川市上早川地区の道志戸地に架か,かる、切込橋より、東は早川の右岸に、 東京から西は左岸にそれぞれ沿っている。2010年3月25日に国道8号糸井川東バイパスの同志家事屋敷と同志山戸川の間が開通したことで国道8号の早川橋西詰め交差点から立平気。交差点の区間は国道8号原動部と同バイパスとの連絡路となっている。全区間がスファルト舗装されている。規格改良に関しては 実延長全体の約89.8%に当たる 12.7065km イコール 12,706.5m が改良済みである。このうち 11.9126km は 5.5m 以上の福音である。歩道は 7.1011km 設置されている。糸井川市田伏の田伏交差点より同志家事屋敷方面を望む。 画像左が国道8号、右は東剣道である。10月撮影。ありがとうございます。